最新鋭海自の潜水艦隊ゲイ、潜水艦がもうじき就役します。3000トン級最初の海上自衛隊潜水艦となります。今回は日本の潜水艦の今後の展開を詳しく見ていきます。水素エンジン技術が急速に発展しています。これには自動車や発電所などもガソリンからシフトしつつあります。それで水素が主流になると日本は莫大な水素資源を保有しているということを覚えておいてください。環境にもいいですからね。燃焼後、水しか出てきません。潜水艦でも海底でエンジン始動しても大丈夫ということでしょうか。わざわざ海上まで出てくることもないということです。スターリングエンジンを思い出します。海上自衛隊の2022年2月時点での最新型の潜水艦は大ゲイ型であるが、2018年3月に寄港された一番艦、大ゲイが、来月3月に、就役を迎える予定であり、2番艦、枠ゲイも、翌2023年3月と順送りで、就役を控えている。大ゲイ型潜水艦は、現時点では、総隻数で何隻が建造されるのかは未定となっているが、すでに3番艦までは寄港済みで、5番艦までは計画が進められており、少なくとも8隻以上は建造されるのではないかと考えられている。大ゲイ型は、毎級である、そう、竜型のコンセプトやデザインを踏襲しており、一見して、はっきりとわかるような新機軸は採用されていないが、従来のノウハウ、技術をさらに洗練したと表現して良いものだろう。そのため、抜本的に刷新された新型潜水艦を日本が建造するとすれば、大ゲイ型の次級からとなると思われるが、今のペースで毎年1隻ずつの就役が8隻行われるならば、2029年まで必要で、その後ということが想像できる。無論、大ゲイ型の建造と並行して、次級の設計等は行われていくと考えられるため、いずれ徐々に、その仕様が漏れ伝えられてくるのだろうが、今、しばらくは、その仕様は不明というほかない状態が続くのだろう。大ゲイ型は、一番艦の大ゲイが、今年2022年3月に、収益を果たすことで、中期防衛力整備計画で定められた潜水艦22隻体制をひとまず確立することとなるわけだが、今後、その枠組みが拡大されるのか否かも、注目される。従来通りの流れでいけば、前々級である、親潮型が、大ゲイ型の順送りの、毎年の収益に合わせて1隻ずつ、退役、または、練習潜水艦等に、艦種の変更が行われる可能性が高いが、中国海軍の増加を鑑みて変更されるのかもしれない。今年2022年3月に、大ゲイが就役することによって、海上自衛隊の潜水艦戦力は、前々級親潮型と前級双竜型、そして、最新鋭の大ゲイ型と3世代が混在することとなり、運用面では、少し複雑な状態が続くとも言えそうだ。というのは、最も旧式の親潮型は、ディーゼル機関と鉛製のバッテリーと発電機を機関に採用、続く、そう、竜型の10番艦までは、ディーゼル機関と鉛製のバッテリーと発電機とスターリング機関を搭載する、非対機依存推進だった。その状態が、総竜型11番艦以降、ディーゼル機関とリチウムイオン製のバッテリーと発電機の搭載に変更され、最新鋭である大ゲイ型でも、この形式が継続されており、比較的シンプルな構成に回帰したとも言える。鉛製に比べて、リチウムイオン製のバッテリーを採用したことにより、同容積でも、大電圧、大電流を実現し、反復される密流放電への対応回数の増加や、
充電時間そのものの単時間化も図られているとされ、運用効率の向上が予想されている。こうしたリチウムイオン製バッテリーの優れた特性により、硫型11番艦以降は非待機、依存推進の実現のために搭載していたスターリング機関を廃止しても、十分な活動力を獲得したものとみられている。もともとは、リチウムイオン製のバッテリーを採用しても、即スターリング機関の廃止までは考慮されておらず、併用も視野に入れていたとも言われているが、この考えを覆すほどに、その効果は大きかったと言っていいのだろう。実際の運用上の観点からしても、硫型の10番艦までのディーゼル機関と、鉛製のバッテリーと発電機とスターリング機関という複雑な構成は、各推進装置ごとの残量把握が煩雑であり、神経を使うことは想像に難くない。したがって、運用は、もちろん、メンテナンス等の作業を考慮した場合からも、機構は、シンプルな方が、兵器としての信頼性も、大きく向上したと考えられ、現行の通常動力型潜水艦の、実用的な技術としては、ベストなものと判断されたのだと思われる。通常動力型潜水艦としては、複数の国への輸出実績を持つドイツの214型等では、燃料電池方式によって非待機、依存推進を実現しているが、海上自衛隊の潜水艦でも、これら燃料電池の研究も継続されているとも目されいる。このため、リチウムイオン製のバッテリーよりも、さらに高効率な燃料電池や、全固体電池等の新型のバッテリーが実用化される可能性もあり、いずれは、これらに置き換えられて、さらなる連続潜航時間や距離の延伸も図られるのかもしれない。しかし、これは、あくまでも、通常動力型潜水艦という括りの機関部における話であり、半永久的に燃料補給が不要となる原子力推進と比較するならば、こうした問題点は、一気に解決されることは、物理的には明白な事実である。それは当然のことでありつつも、政治的な問題から、つまり世界で唯一の被爆国である日本が原子力を兵器に用いることは、世論のコンセンサスを得ることは非常に困難だと思われてきたが、昨年のオーストラリアの一件で少し変化の兆しも出てきた。これは2021年9月15日にオーストラリアがアメリカとイギリスとの3カ国間での軍事同盟オーカスを結んだことに端を発し、その一環としてアメリカイギリスのいずれからかの支援を仰いで攻撃型の原子力潜水艦を調達すると表明したためだ。この発表までオーストラリアはフランスからシュフラン級原子力潜水艦の機関部を通常動力型に置き換えた潜水艦をその技術協力を得て自国で組み立てを行う方式で、全12隻の調達を行うとし、これをアタック級潜水艦計画として推進していた。これを白紙に戻して、攻撃型の原子力潜水艦を調達する方向に、オーストラリアが急転換した背景には、南シナ海での覇権を強めようとする中国に対し、同海域までを作戦行動範囲とできる連続潜航機関が、強大な潜水艦を必要としたことが大きいのだろう。ただし、オーストラリアがこれを調達するにあたり、その対象がアメリカからなのか、イギリスからなのかも未定な上、フランスとのかつての契約と同様に、自国の製造業の保護も兼ねた国内での組み立てを行うのかどうかなど詳細はまだ見えていない。ただ、日本と同じく、兵器だけでなく原子力の使用に慎重であったオーストラリアの急激な方向転換は、
日本の与党議員の中の防衛力増強を唱える一派にも好意的に迎えられ、これまでタブー視されてきた同問題を提起するきっかけとなった。日本の今後の防衛戦略に向けて検討に値する選択肢が増えたことは歓迎すべきことかもしれないが、原子力推進の潜水艦を日本が主導権を持って開発、建造できるのかは未知の領域であり、費用対効果が見込めるか否かは慎重な議論が待たれる。2022年現在で原子力推進型の攻撃型潜水艦を保有、運用している国は世界でもアメリカ、イギリス、フランスとロシア、中国、インドに過ぎず、ブラジルがフランスの技術支援を仰いで建造中という状態にある。現保有国も機関部である原子炉を独自に開発できているのはアメリカ、ロシア、フランスに限定され、イギリスがアメリカから、中国、インドが基本はロシアからの技術支援を受けており、その難易度は高いと言わざるを得ない。